カーソルを左に寄せるとアイコンが現れます。設定画面をクリックします。環境設定のウィンドウが開きます。一番右のプラグインをクリックします。望遠鏡のガイドを選びます。設定をクリックします。望遠鏡ウィンドウが開きます。望遠鏡タブに制御望遠鏡一覧があります。登録した望遠鏡がないので新しい望遠鏡を登録します。一番下のボタンの右から2つ目にある新規作成のボタンをクリックします。新しい望遠鏡を追加ウィンドウが開きます。上から2番目の外部ソフトまたはリモートを選びます。名前の欄はニューテレスコープ1となっています。このままでも大丈夫ですが望遠鏡名を変えてみましょう。 AZGTI と変えてみました。接続遅延、座標形はそのままにしましょう。 OK をクリックします。望遠鏡ウィンドウに戻ります。制御望遠鏡一覧に AZGTI が追加されています。状態が切断しましたとなっています。下の接続ボタンをクリックします。接続中と変わりました。オプションタブをクリックします。チェックが3つ入っていますがそのままにしましょう。ヘルプ、このプラグインについては必要になった時に見ましょう。バツをクリックしウィンドウを閉じます。環境設定ウィンドウに戻ります。プラグインの望遠鏡のガイドの一番下のオプションの起動時に実行にチェックをしましょう。バツをクリックしウィンドウを閉じます。これでステラリウムの望遠鏡制御の準備ができました。実際に使ってみましょう。カーソルを下に移動しアイコンを表示させます。右から6番目の望遠鏡アイコンをクリックします。望遠鏡操作のウィンドウが開きます。導入したい天体をマウスでクリックします。月を選んでみました。次に現在の天体をクリックします。選択欄で天体を登録することもできます。最後に望遠鏡操作をクリックすれば望遠鏡が天体に向かいます。ステラリウムの望遠鏡操作の指示が新スキャンに送られ AZGTI が目標天体を導入します。新スキャンの矢印キーで微調整して新スキャンで確定します。ステラリウムの望遠鏡操作ウィンドウの同期をクリックしてみましょう。新スキャンの微調整が反映され望遠鏡アイコンが目標天体の中心に移動します。新スキャンで操作している望遠鏡の向きがステラリウムの画面上でも同じとなります。ステラリウムで AZGTI を操作すれば自動導入の様子がよくわかります。電子感棒でぜひ使ってみましょう。